あるかもしれませんけど、その辺はあの、楽しく進めさせていただければなというふうに思います。はい、ということでまず、はい、簡単にそうですね、一言ずつ、はい、あ、そうですね、はい、横浜 の保土ヶ谷区の西谷というところで、野菜を中心に、生産をしています。まあ、あの果樹も作ってるんですが、基本的には野菜で、大体80品目ぐらいですか、旬のものをメインに、作っております。で、まあ、ここから多分5キロとかそのぐらいの距離だと思うんですが、まあ、こうやって、椿さんこのお店で、うちの野菜も使わせていただいて、まあ、なかなかこう酒飲みながらそういう機会もなかなかないと思いますので、皆さん何か意味深いこととか、何でも、近く言ってくだされば私も嬉しいですし、またその何て言うんですかね、横浜の農業のことも理解していただければ、私自身も、非常に嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、はい。ですね、カルベさんとはもう7、8年もっとでしょうかね、飲食店と、生産者という関係を続けさせてもらっていて、やはり横浜の中ではダントツな農家さんなんですね。で、とても記憶に残っているのが、お母さんのことがどうこうじゃなくてですね、あるキャベツをこうお母さんが出すときに、これぐらいはいいわよね、ひろゆき、いや、ダメだ、そんなん出したっていう、そのなんかすごいプライドを私感じて、あ、そこからこの人は本当にプロなんだなっていうのを感じて、なので彼が作る、出される野菜は本当に何食べても安心というですね。なのでたまに飲みに来てくださるんですけど、すごくプレッシャーでですね、日々こっちも頑張らなくちゃいけないなというふうに思ってます。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、今日はなんかカラブさんがネクタイを締めてらっしゃいます。雰囲気がかなり違うなと私もちょっとどういうふうに進めたらいいかっていう感じなんですけれどもね、いつもはね、ジップロックを持ち歩いていて、はい、いやいや、はい、それはスマートフォンに変えたから、あ、そうですか、土が入んないように、はい、カラブさんいつもですね、作業されるときにジップロック持ってましてね、何が入ってるのかと思ったらスマートフォンなんですよ、はい、もうだんだん外しました、はい、はい、で、この間椿さんの方から、なんか、このイベントのチラシを、うん、カルプさんのところに持ってっていただいて、はい、そしたらくしゃくしゃにしてですねフェイスブックにしかも上げてるんですポケットに入れたらね、うん、結構くしゃくしゃになっちゃってどうしようかなと迷ったんですけど、なんとなくね、ジップロックは多分スマートフォン専用かなというふうに思いますけどね、はい、まあ、そんなんで、いつもですね、このお二人を見てるとですね、ちょっとぶっちゃけるとなんかすごく仲が良さそうなようで、実際のところはどうなんですかね。仲いいです、はい、仲いいですか、ね、はい、よく飲みにも、最近は行ってないんですけど、はい、はい、そうですね、飲みに行って結構その野菜トークで割と朝までとかやらせてもらったりとか、始まっちゃうと止まんないですよね、本当に。そうですね、熱い、はい、熱い感じの会話でさせてもらってます、はい、その生産者と例えばその普通の、まあ、私みたいにただ単に食べる、まあ、一般 その消費者とね、との関係っても当然あると思うんですけど、まあ、料理のプロなわけで、その辺のこうなんかお互いの緊張感っていうんですかね、なんかあったりするんですか、その点は。そうですね、やっぱり当然、プロ意識は持って働いてますので、その中で、まあ、以前は市場出しを出荷してたんですが、まあ、市場に出してるってことは行き先がどこになるかわからないっていうところが正直ありまして、で12、3年前に、直売所を始めたんですが、まあ、直売所を始めて、まあ、一般のお客さんを含めて、結構やっぱり自分の中で、興味深いというか、気が抜けないっていうのが料理人の方になりますね。でなぜかというと、やっぱりプロの方なので、そのプロの料理人の方がどうやってその自分の作ったものを調理していくか、でかつですね、やっぱり何人かいらっしゃるんですけど、うちには基本的には配送はしてないので、忙しい時間を縫って、わざわざ買いに来られるっていうのは非常にですね、そのやっぱり
私ももし逆の立場だったらなかなか難しいことだなと思うんですよね。その2時から4時の6時の間で、休憩時間とかその間に、抜け出して野菜を買いに来てまた休憩を除いてまたその自分の夜からの仕事に入るっていうふうになると、そうなると、手を抜いてないなっていうか、私自身こう見ててプロだなと思いますので、そういう方とやっぱりこうなんていうんですかね、まあ競い合うっていうか、自分が作ったものをその料理人の椿さんとか方が、ダメだなって思われないように、はい、いい素材の状態で、うまく使えるようなものがやっぱり作り続けていかなきゃいけないっていう、そういう緊張感というか、はい、いい部分のプレッシャーっていうのがありますんで、非常に、まあ、私としてはその、まあ、飲みに行ったら飲みに行ったら楽しいんですが、はい、それ以外にも、まあ、やっぱりこう、まあ自分のこの生産性というか向上としても高めていけるという部分では非常にいいつながりだなというふうに思いますね。まあ、ここにいらっしゃる方々皆さんご存知のように、本当にそのカルベさんは本当に横浜の中でも本当にピカイチな野菜を作っていらっしゃるわけで、そういう方の野菜を使うっていうのは料理人としてはどうなんですか。やっぱり他の素材を使えなくなっちゃう、まあ、今日もキャベツとか、大根とか使わせてもらいますけど、もうこうパンパンで今にも割れちゃうような完熟のものを本当にいつも使わせてもらってるから、通常のものと比べるとやっぱりどうしてもあーっていう部分がありますよね。で割と結構意地悪で、その畑、こっちの畑とこっちの畑のキャベツどう違うみたいな質問を何気にするんですけど結構正直分かんない時もあってそういう時はね、でも本当にあいけないなっていうのはすごく思いますね。常にやっぱり素材に対して真剣じゃないと、こっちの畑もこっちの畑も同じじゃないんだなっていうね、それは感じます。時々ね、お店でこう私もいつも一緒に仕事させていただいてるもんですから、こう調理してる時にですね、まあ、お客さんから結構ツッコミじゃないですけど、いろいろと質問があって、これどういう野菜なのとかいう時にですね、すごくやっぱこうお野菜がすごくおいしいっていうことがたくさんお客様からいただきまして、そうするとやっぱりこう椿さん嬉しそうなんですけど、嬉しいんですけどちょっと微妙なね空気が流れるっていうね。ね、結局美味しすぎるから塩コショウだけとか切るだけとかってかけられないんですよね。でもともとその養殖が出身の私なんで、どうしてもこう煮たりこう何でしょうね、ミキサーで回したりとかいろいろしたいんですけど、それがなかなかできないっていうですね、そういう難点がすごくあります。まあ、そんな中からですね、まあ、でもそうは言ってもね、やっぱりこう軽部さんにそのお話をすると、いや実はそこは違うんだよ、はい、そうですね、意地悪じゃなくて、食べ比べてもらいたいなっていうのは、やっぱり生産者として畑が違ければ、雰囲気も違うし、肥料が違えば、ものも変わってくるっていうところが実際あります。でまあ、お客さんとか自分で確かめてもいいんですが、やっぱり自分だとどうしてもちょっと分かんないなっていう部分もあって、やっぱりその一番手っ取り早いのは、お世辞を言わない料理人の方に、評価してもらうのが、まあ、一番手っ取り早いかなっていうことで、椿さんに、例えばこっちのキャベツとこっちのキャベツ、こっちの大根とこっちの大根でどう違うかなってことで後で評価聞いて、でそれをまあ一応、まあ、その次のね、作付けっていうか、参考にっていう絡みで、やっていただいて、まあ、かなり的確な、ね、意見をいただけるんで、私としても非常に助かりますし、まあ、さらにねその来年の、どういうふうにすればいいかっていう目安にもなるんで、非常に助かってます。そういう理由が実は、はい、はいまあ、そうは言っても椿さんの方でいろいろとやっぱりこうチャレンジされてて、まあ、もちろんその小松菜とかキャベツとか、まあ今じゃがいもとかも使ったりしてて、それを調理してお出したりとか生でお出したりとかしてるんですけども、その他にやっぱりこうカルベ大根を使った大根餅だとか、なんかいろんなチャレンジ、あとはまあ西アネギとかもね今出てますんで、西アネギって他のところで作られてるんですか。基本的には、西アと、まあ、元は西アの人が、5、60年前に千葉の方から、種をちょっと譲っていただいて、千葉の方に行って譲ってもらって、それで、地に根付いて、で、
その同じ保土ヶ谷の、三ツ沢の方の方とか、で若干作ってる方がいるんですけど、基本は大体西谷の方ですね。皆さん西谷ネギってお分かりですよね。在来種ちょっと説明していただきます。はい、まああの在来種固定種というものがありまして、でそれはまあどういうふうなものかというと、あの普段大体皆さんが、ネギに限らず大体食されてるものは F1 種、一世代交配と言われるものになります。で一世代交配っていうのはあのそうだな、ちょっとその辺がねなかなかこううまく言いづらいんですが、簡単に言うと、種をまいて、例えばやあの種屋さんで買ってきた F1 種の種をまいて、メリットは均等に育つ、発芽率がいい。だけどその種を収穫して、しないで花が咲きますよね。そうすると実になって、それがまた種になります。でその種を次の年まくと同じようには出ない。要はあの種屋さんが儲かるような仕組みになってる。また来年その種を買わなきゃいけない。で在来種というのは、もともとその地域にあったもので、種をまいて、でまたその種ができたらまた何年も何年も繰り返して、固定されていくっていうのが在来種固定種というものになります。でなかなか、ちょっとピントは来ないと思うんですが、その在来種のメリットでいうと、自分で種取りができるから、まあ、種代がかかんないっていうコスト面で、やっぱり一番はですね味がいい。全てが全てそういうわけではないんですが、基本的には在来種の方が味がいい。ただデメリットとしては、発芽率が悪い、形が悪い、なので、市場性に向かないということは流通しない、だからあんまり例えば西谷ネギだけじゃなくて、いろんなものがあのなかなか外に出回らないというものがあります。ただ、最近はですねそういう種を守ろうという部分が生産者のみならずいろんな部分があって、例えば西谷とかそういうものだけじゃなくて、まあ、地方のね伝統野菜みたいのをその自家採集しているものを残していこうみたいのがあります。例えば三浦大根って聞いたこと皆さんあると思うんですが、あれも実際今出回ってるのは F1 種になります。でも、まあ、日本に2カ所ぐらいその在来種を専門に置いている種屋さんが、1カ所はまああの野口種苗といって埼玉の方にあるんですが、私もそちらの方で1回買ったことがあって、で三浦の方で在来種の三浦大根を作ってる方というのはまずほとんどいないかなって思います。まあ数件はあると思います。ただそれを流通してるかどうかっていうとおそらくしてないかな。ただ自分の種を守るだけとか、家で食べるとか、知り合いにあげる程度に、であとは F1 種のその三浦大根を、で流通してるのかなって思います。でちょっと話は長くなっちゃうんですが、昔その在来種の三浦大根を買って、F1 種の三浦大根を買って食べ比べをしたんですが、まあ、20人ぐらいいて、約9割ですね、18人が目隠した状態で在来の三浦大根の方が美味しい。で青首も在来のものと、不安のものでやったんですけど、同じように9割ぐらいの確率で、でもう一回また違うメンバーで20人ぐらい集まってやったんですけど、その時も9割の方が在来の方が美味しいという結果になりました。まあ非常にですね在来は流通性もないし、自分で種取りをしていかなきゃいけない。だから西谷ネギもそうなんですが、ものによっては例えば一回忘れちゃうともうそこで終わっちゃう可能性があるっていう危険性があります。で西谷ネギの場合は、ちょっと私の中ではやっぱりダントツ格別なネギかなっていうふうに思います。なぜかというと、秋にまいたものが、翌年の夏にある程度大きくなってそれを植え替えます。で植え替えてまたさらにその次の年の春、今ですね4月にできます。ということは1ヶ月、1年と7ヶ月ぐらい、2回冬を越してできる。で普通のじゃあネギはどんくらいなのかって言ったら、まあ8ヶ月10ヶ月、まあ、長くても1年とかそのぐらいなんですが、まあ、そのぐらいの期間を得てということですから、非常に栄養価も高いし、味もいい。で、ですね、ただ残念なのが、なこれがいいって言えばいい部分もあるんですけど、1年7ヶ月、生育までかかって美味しい期間っていうのが
正直 2,3 週間なんですよね。で、すぐにというのもすぐに硬くなっちゃうんですよ。今度ネギ坊主って言って、どん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 こう糖が立って坊主ができて、それから種を取るような状況になっちゃうんですが、本当に4月の 2,3 週間が一番美味しいかなって思います。だから、一本焼きとかで焼いたりすると特にそうなんですけど、西ネギだけしか私は見たことないんですが、こう葉っぱを切った時にとろっとした液体が出るんですよね。まあそれが結構うまみなのかなっていう気がします。で、まあ本当に今結構やっぱり世の中的にネギ好きの方っていうのがいまして、その時期になると東京から買いに来たりとかで、やっぱネギ好きの方でいろんな全国にもいろんなネギを食べ比べたけど、やっぱこれはもうベスト3に入るぐらいのネギだねっていうぐらいのネギだと思います。で、もう正直ちょっとずつ硬くなってきてます。今日も出していただきますよね。でも本当にそれぐらいの、私はこう自分で作ってるからというわけじゃなくて、西谷ネギ自体がすごいネギかなって思います。ちょっと話長くなっちゃったんですけど、それがまあよく分かんないかなって思いますけど、在来種ってことになりますね。料理人の椿さんから見て西谷ネギとか在来種って在来種ってイメージ的にこう守っていくものじゃないですか。みんながこう、さっきも加藤さんの話から出ましたけど、農家さんの家でこう食べるような守っていくものだと思うんですけど、それをこう広めていかないと私は意味ないと思ってるんで、ただでもおっしゃったように生育が1年7ヶ月かかって 2,3 週間の間にどんだけ広がるんだろうって考えると、まあ、なかなか限度があるなっていうところで、まあ、加工品にできないかなっていうふうに今思っててですね。で、後で召し上がっていただくんですけど、カルベ大根の大根餅とかそういったもので加工品に変えて、多少はこう流通というか、皆さんの口に入るような状況になれば、まあ、その在来種を作る方も少し増えてくるんじゃないかなと思いますね。はい。まあね、後でちょっと出てきますけど、対決シリーズなんかもね、はい、カルベ大根をめぐっては2人の間に火花が、はい、散ってるわけですけどね。今度の対決はあれですよね、またちょっと年をまたいでっていう感じになるんですかね。ウニですね。うん、はい、ウニ、はい、ウニですか。ウニで、はい、まあ、このメニューに、カルベ大根対何々みたいな、最初はもつ煮だったんですが、牛すじ煮込み、牛すじ煮込みですね、はい、はい、牛すじじゃは私に失礼なんじゃないかって話を冗談で言ったらキャビアが出てきてフォアグラですね、あ、すみません、フォアグラが出てきて、これ負けを認めなければもっとレベルアップしていくのかなって、はい、だからちょっと負けを認めなかったので、フォアグラより上ってことになりますよね。あ、はい、まあ、上になるのか何になるのかちょっとね、皆さんもこれ来年あたりですかね、夏ぐらいに何かやりましょうね。夏ぐらいにね、はい、カルベ大根 VS 何かが出てくると思いますんで、お店の宣伝じゃないですけれども、楽しみにしていただければと思います。今年はね、その在来種については、はい、少しお二人とも力を入れていこうということでお話をなんかされてるみたいなんですけども、それについては何か。ああ、はい、そうですね、先ほど西谷ネギを、まあ、の続いてっていうか、こう西谷ネギの場合は、やっぱりその守っていくものっていう部分も非常に強くて、で、まあ、自分が、まあ、その農家入って、直売所をやり始めた時にちょっと話がずれちゃうんですが、その、今みたいに直売がそんなにない時代だったので、いろんなところに、まあ、なんていうんですかね、視察に行ったら、お宅にはメインがあるのかって言われたんですよね。で、メインが何かっていうふうになると、例えばトマトとか、果樹ですね、梨とかブドウとかで、そういうのないから、私は一応多品目のその旬のもので勝負したいと思いますって話をしたんですが、まあ、当時やっぱり、まあそれじゃ弱いんじゃないかっていうところも言われたことがあって、で私自身もちょっと悔しいのと、でさっき その西谷ネギに絡んで言うと、守っていくっていうよりもっとなんか挑戦して新しいものを作っていけば、何かができるんじゃないか。で、例えばもともと千葉のものが 5,60 年経ってこっちに来たら気候も違うし土質も違うわけですから、違うネギに多分なってるんですよね。それを考えたら何十年かすれば、例えば
私もともとは東北の、大根なんですが、その大根とかうまく掛け合わせたりとかして、それをどん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 種取りをして、選別とかしながらやっていけば自分だけのオリジナルのものができんじゃないかなってことで、だいたい9年10年かかって、また運も良かったっていうところもあるんですけど、全く違うものができたっていうところで、カルベ大根っていうものが、一応その自分でブランドを作りたいっていうところもあってできました。でその中で、カルベ大根を作って非常に満足はできたんですが、西アネギを考えた時にこんだけいい素材があって、もっと言うとなんか、それはそれでうまくまた違うものができないのかなって思って、今は去年一昨年ぐらいからですね、西アネギと他のものをちょっと掛け合わせながら今実験してて、海外のものを入れたりとか、要はハーフですね、西アネギと、海外のもので、あとは、日本のちょっとそういういろんな伝統ネギみたいな在来種をちょっと取り寄せて、一応今なんていうんですかね、交配がうまくいけるような段階なんですが、ただそれがうまくいくにしても、仮に早く成功したとしても今とやっと坊主が出始めるぐらいの状況なので、そこから種取りをして、それが交配してるか分かるかっていうのは要はあとまた2年後になるんですよね。で2年後になって、どうなるかっていうのも当然分かんないですし、先の長い話で、10年20年ぐらいのスパンになっちゃうと思いますんで、死ぬまでにちょっとできればいいかなぐらいな感じでは今やってます。在来のその種っていうのは非常に面白みがあるんで、興味もありますし、その辺を味を追求しながらで、かつやっぱりその、似たようなものっていうのはやっぱりあんまり意味がないので、色とか形とかその辺をうまくこう自分で工夫しながら全く別の、カルベネギみたいなのができればいいかなっていうふうには思ってます。料理の椿さん側としては、言ったようにやっぱり僕なんかができるのはそれを仕入れさせてもらって、調理をしてお客様に説明して、こんな素晴らしい材料があるんだというふうなことしかできませんからね。そこにやっぱりちょっと手を加えて少し利益をもらうぐらいしかできないんですけど、フランスとかではオンブルジュ・シュバリエって言って材料を守る制度があったりとかするわけですよね。でもこっちではそういうのがなくて、前ちょっと話宇佐井さんともしましたけど、京野菜の馴れ初めっていうのは結局料理人たちが、ブランド野菜というか伝統野菜を守ろうというですね、そういう動きから出来上がったブランドですから、横浜でもせっかくですからね、そういったものが立ち上がらないかなとは思ってますけどね。椿さんはね、喋っても語ることができるんですけど、やはり本来的には調理をしてそれを皆さんに食べていただくところなんで、この後の時間は、はい、わかりました。はい、厨房の方で、うまいですね、はい腕を振るっていただいて、はい、結構ね、職人の方って料理人、いろんな料理人の方いらっしゃるんですけど、椿さんもそうだし、南波さんもそうだし、レストラン斎藤の斎藤さんはちょっと親父ギャグがあって結構皆さんあんまり喋んないですよね。そうですね、飲めば喋りますけどね、はい、どっちかというと料理食べてくださいっていう方が多いので、そこをいかにいじるかっていうねカルベさんのいつものちょっと映像ですね作ってきてるので、そちらの方ちょっと画面が申し訳ないんですが、ちょっと液晶プロジェクターが少し、弱くなってますので、そちらの方を、見ていただいて、ちょっとまたお話を進めさせていただければなと思います。あ、ちょっと音いいですか。はい、はい、じゃあちょっと音なしで、はい、これがフレスコ、はい、直売所ですね。なんか白黒映像みたいになってるんですけど、すみません一応現代、先週撮ってきました。これ毎週、今多分画面で出てくると思うんですけど、ちょっと雨の日なんですけどね、かなり人がいらっしゃってました。月水金の2時から、はい、月水金の2時からで、何時までやってらっしゃるんですか。6時までですね。6時まで、はい、当日一応撮ったものを、出すってことで2時からになってしまいます。
これすごい雨の日だったんですけど、本当にあのシャッターが開く前からお客さんが並んでてですね、開いた途端になんかみんながドーって入ってって、気がつくとなんか野菜が半分ぐらいなくなってたっていう状況だったんですけど、いつもやっぱそんな風にお客さんたくさん。そうですね、はい。これ西谷ネギですね。これ西谷ネギですね。これがサラダ株といって生でも食べれる株ですね。じゃがいもがこの時はそんなあんまりなかったですか。はい、だんだんちょっと数量がなくなってきちゃったんで、調整しながら出してるような感じですぐなくなっちゃうんですよね。だから結構皆さんやっぱりあの両手に抱える感じで買っていかれるんですよね、見てて。はい、本当にのらぼうだ。これも在来。いや、あ、違う、これ在来ですね。そうですね、はい、そうですね。お店の、あ、一応これは何だっけ、野菜ソムリエのジュニアです。はい、ジュニアベジタルマスター。これがカルベ大根ですね。後でこの現物が出てきますので、はい、お楽しみにしてください。で、これあのちょっと別な時にあの畑の方、はい。はい、あ、この時もね、ちょっと雨降ってたんですけど、はい、映画の監督の長野もついてたんですけど、はい、あの本当に住宅の中に畑があるんですよね。はい、そうですね。これ西谷ネギです。これ確か3月の下旬か4月の頭とか、すごくなんかこう枝分かれがして、そうですね、分裂ネギって言って一本ネギと違ってどんどん分かれていくんですよ。こっからの生育がものすごく早くて、多分これ取った時から1ヶ月ぐらいは多分かかってんかなとは思うんですが、この時よりかもぐんと大きくなりましたね。ちょっとこの西谷ネギの向こうになんかこの時の話だとカルベ大根のなんか種付けか何かされてるって。はい、そうですね、はい、何箇所かなんかに、いろんなものと交配しないように、保険をかけて何箇所かに分けて4、8箇所かな、カルベ大根の種取り用の種を作ってます。あのこれ音声流れてないですけど、この映像 あの撮ってる時にですね、はい、カルベ大根 VS 次なる対決だった話を、椿さんと、はい、カルベさんの2人でやってですね、あの対決って、はい、対決 あの審査って審査員ってカルベさんなんですよね。そうですね、はい、だから結局負けることはないです、はい、負けることはないっていうか、椿さんがボソッと結局俺は一生勝てないのか、はい、言ってましたけどね。でもね、壺にはまったらやっぱりそれでずっと出していただきたいなって。そうです、はい、フォアグラは壺だったんですけどはい、大丈夫です。フォアグラの次がね、皆さんだったら何の対決を見たいですか。カルベ大根って食べたことのない方っていらっしゃいますね。はい、今日はカルベ大根は、はいはい、ゆずちょっと、あ、すいません。これがですね、本当は秋冬用の大根なので、今っていうかこれは1月ぐらいに種をまいたんですが、とう立ちといってどん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 こう芯がこっちに出てるんですね。で花が咲いちゃってっていう形になるんですが、まあ春用のものを一応できないかなっていうことで一応まいて、去年もやったんですが、たまにやっぱりそれで友達が遅いのが 1,2 本出るんですよ。で遅いのを種取りすれば来年、撒いた時に春用で少しでもうまくできるかなってことで一応撒いてます。で本当はもっと大きいんですし、色ももうちょっと乗るんですが、要はこっちの方に全部栄養がいっちゃってあんまり大きくならない。だから味もですね、実際のところ硬い部分はあると思います。ただまあ大根おろしとかその辺にするんであれば問題はないかなと思いますし、まあ食べる分には全然ないんですが、ただその、旬のね本当の、秋冬の時期に比べるとやっぱり味は落ちちゃうかなっていうのはあります。これね、旬の時本当にこうなんていうんですか、この上の部分と首の部分ってこの紫はすっごい綺麗、ね、そうですね、はい、あとこの大根の特徴はもともとは辛味大根なんですが、まあ辛味の中に甘みがあるみたいな、まあ、在来種ってそういう部分が非常にあるんですが、やっぱ味わいが深いっていうのはあります。あともう一個は生命力がものすごく強い大根ですね。日持ちがいい、
っていうのはどの料理さんに、作ってもらってもまず出てくるのは、まあ、味はいいとは言ってくれるんですが、その次に出るのは日持ちが半端ないねっていうふうには言われます。でうちのパートさんが12月で、うちで買ったカルベ大根が冷蔵庫に入れといたら2月の半ばになってもまだ食べれ普通に食べれたって聞いて早く食べなさいよって話なんですが、そのぐらい持ちます。で気持ちがするっていうことは どういう意味かっていうと、まあ当然ですね、人間に食べる方にも当然栄養価も高いのかなっていうふうに、ビタミン C は高いっていうふうには聞いてます。その元々の親の方が。で東北の方ではまあ保存的にもするっていうことで葉っぱの部分も、食べたりとかして、でまあ本当にあの他の大根と比べてもそうなんですが、これ一本でもうわさ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 しちゃって、あのすごいですね。この花とかもものすごい野生的な感じが非常にする大根になります。まあ、ちょっとカルベ大根を飾らせるちょっと熱くなっちゃってちょっと待ってね、皆さんからいろいろ質問とかとか出てくると思いますんで、はい、あのこの間直売所に行った時に、はい、あの小松菜とキャベツをあの買って、はい、買わせていただいて、はい、あの朝ごはん最近キャベツと小松菜のサラダで、あ本当ですか、はいはい、食べてるんですけど、 それもなんか結構日持ちしますよね、うん、あ本当ですか、はい、早く食べますけど、あ、はい、やっぱり自分がこう目指してるのは、味はもちろんなんですけど、やっぱりそのなんていうんだろうな、気持ちとかそういうエネルギッシュな感じの、こう、うん、まあ一言で言えばなんていうの、元気がいいって言えば元気がいいんですけど、そういう部分があるような味だけじゃなくて、日持ちとかそういうパワーのある感じの野菜ができればいいかなってことで、まあじゃあそのためにはどうすればいいかってことで。まあ、土作りとかもこだわってはいます、はい、あの本当にこの間また別の時にあの伺わせていただいた時 の小松菜の、はい、あの私のフェイスブックのところに投稿しましたけど、あの小松菜の根がなんかこんなふうにまっすぐパッと伸びてるっていう、はい、なんかね根っていうとなんとなくこうひげみたいな感じで分かれるふうにイメージがあるんですけど、はい、そうですね、やっぱり根が短いと、よりも下に行ってるってことですから、はい、で下に行ってるってことはどういうことかっていうと土が柔らかいっていうことですね、うん、で土を柔らかくするためにはどうすればいいかっていうふうになると、まあ当然根っこは上から下に下に下にと伸びていきますので、ないとやっぱり横に伸びていく、で柔らかければ下にで行って、まあそういういい土になって、で化学肥料ばっかり入れちゃうと硬くなっちゃうんですが、有機質のものを入れると土は柔らかくなって、あともう一つはですね、トラクターを、まあ、進行といってなるべく深く掘れるようなものに今ちょっと切り替えて、でトラクターって実際のところを耕すとこのくらいしか耕せないんですよね。その中にいろんなあの肥料分が入ってるわけですから、その下っていうのは要は硬くなっちゃってるんですよ。でトラクターとか入れば入るほどどんどん硬くなっちゃうので、まあ、何年に一度か天地返しといって上の土を下の土と入れ替えたりとかで、トラクターをその大体そのこんくらいだったのをこんくらいに倍の深さになるように、して、そうすることによってやっぱり根の張りが全然今度変わってきて、で、まあ、味もやっぱりそれによって日持ちも変わっていくんじゃないかなっていうのは思います。あのね、今のお話にいろいろあってみると、当然その当然のように土にはこだわっていらっしゃるし、あのやっぱりこう野菜の品種とかってのこだわっていらっしゃるんですけど、カルベさんっていうといろんなものを作っていらっしゃって、またあのいろんなですね、結構面白い実験もされてるというねこの間行った時になんかとんでもないものを今試してるみたいな話を聞いてたんですけど、はい、あれトマトトマトですね、はい、トマトの今実験をね、はい、あの元々は、まあ、実験って毎年いろんなことをやったりするんですが、例えば基本は、土作りで、この肥料とこの肥料を入れてどう変わるかとか、それを堆肥をちょっと肥料分を変えたりとか、深さを変えたりとか、いろいろ試してみて、まあ、うちに農業塾っていうのをやってまして、その熟成とかと一緒に食べ比べをしてもらったりとか、あと椿さんとか料理人の方に
食べてもらって感想を聞いたりするんですが、土だけじゃなくてなんか考えを変えてみてちょっと違う方向から、いけないかなって思ってみて、それがですね、前に2、3年前にその農業塾生と一緒に、例えば砂糖とか、塩トマトってありますよね。でそういうのを実際入れた時にどう変わるのかよく言われるんですよ。甘くするんだったら砂糖入れればいいじゃんってその農家じゃない方が。でも農家からするとそんなのやったら虫増えるからダメだよって話なんですけど、でもやった人ってあんまいないんですよね。でじゃあ実際やってみようよ、やってみてどう変わるか。で塩と砂糖だけじゃちょっとやっぱ面白みに欠けるから、なんかないかなって味の素をやったんですよ。ちょっとなんか斬新な感じでいいかなみたいな。あとまあ失敗しても成功しても、まあ、その後飲んだ時とかでも一応そのネタだけでね10分ぐらいは盛り上がるかなみたいな感じで、であと唐辛子はまあただに普通に入れただけだったんですけど、まあなんか虫よけにもなるかなってことでやってみました。でその時は、砂糖が思ったより甘かった、はい、で虫も思ったより湧かなかった。で塩はですね入れすぎちゃったら全然ねこの土の方から吸収していかなくて思いっきり早く枯れてっちゃうんですよね、バタバタバタって。でなので、実がなんなかった。で唐辛子は別にみたいな感じで終わったんですけど、でまあその中で砂糖は一番良かったから、まあ砂糖で。で今年はじゃあ塾生の方と話をして、でカルベさん前に塩で失敗したんですけど、もうちょっと減らしてね、私ちょっと海藻を入れてみたいんですが、じゃあその方はじゃあやってみたいんですがっていうか、あじゃあどうぞって。で私もじゃあなんか対抗してなんかやってみようかなって、もともとステビアとか、まあ自然甘味料と言われる、まあ、砂糖の 200-300倍って言われて、もともと 4-5 年ずっと入れてるんですが、結構高いんですが仕入れて、いろいろやったりとかしてて、ただそれはもともと入れちゃってるんでそれだけでやったこともないんで、まあ、ステビアだけと、あともう一回砂糖で、なんかでも前と同じような感じだからなんかないかなって。で塩トマトを考えてる時に土ばっかり、考えてたらそういう方向性じゃなくて、その葉っぱの方とか違う方からネーミングとかから考えていこうかなと思った時に、日本酒と、ワイン、とかあとはを考えて、でも日本酒トマト、ワイントマト、でもなんかいまいちピンとこないな、まあ、やってみようとは思ったんですけど、テキーラトマトって考えたら結構すっぽりハマって、これ結構いいんじゃないみたいな、まだやってないんですけど、それをその土の中に入れるっていうよりも葉面散布ですね、根の方にかけるのと霧吹きでシュシュってやってみた時にどうやって変わるか、まあ虫が寄りやすいっていう部分は日本酒とかだと結構考えられるんですが、どういう方向に変わっていくかどうかはちょっとやってみないとっていうところがまあ基本的あって、でとりあえず、これで植えて一応テキーラと日本酒と、ワインとあと泡盛があったんで泡盛の YouTube4 種類をやってみようかなって思ってます。でまあね、こういう話をしてこの人大丈夫なのかなって思うかもしれないんですが、私基本的には本気です。でなぜかっていうと誰もまだそこら辺をやってないかなって、でやってみないことをさっきの砂糖じゃないんですけど、頭ごなしにダメだダメだってバカバカしいって思ってたら何にも進まないし、私がそこまでやる自信があるかっていうのはなぜかっていうと基本にかなり忠実なんですね。昔ながらのやり方っていうか手間暇かけたやり方を堆肥をちゃんと入れて、きっちり作ってますんで、その中でまあ要はちょっと遊びっていう部分もあるんですが、まあ半分以上遊びってところもあるんですけど、でも本気は本気です。でそれでやってみて失敗したらそれこそまあ飲んだ時に一応ねこんだけ前振りやってこれだけでもう10分かかってるじゃないですか、で終わった後どうでしたって話になりますよね。でまた飲んだ時にとりあえず10分でも15分でもつなげられれば結構いい話のネタにもなるしで皆さんもね持ち帰って食べてみたで、例えばそれ実際できた時にテキーラちょっと食べてみたいなって多分思うと思うんですよ。
多分ですけど、で実際味も変わればいいし、失敗しちゃったら本当下で、テキーラはそんなでもないらしいよみたいなところで終わって、でだけの話でもいいかなって、まあとりあえずそんな流れで今進んでますので、あの一応完成したら皆さんにね、あの、椿さんの手を入って、あのこちらで食べていただければ、横浜の名物になるかもしれないですよね、テキーラ。テキーラ、そうですよね、テキーラトマト、これだから今年の夏の藤岡さんに広めていただいて、はい、未成年でも食べれるんですかね。もちろんです、はい、まああの本当にそういうね、あの遊びを本気でやっちゃうところはやっぱりカフェさんそれすごいかっこいいかなと思うんですけど、ね、いやでもね、はい、本当にトマトのネーミングを考えると、うん、アメーラとか塩トマトとか、うん、どんどんネーミングで結構勝負してるってところを考えていくと、うん、それだけでもうテキーラトマトはいけるんじゃないかなって、うんうん、最初にねちょっと一滴でも垂らしておけば、うん、テキーラでいけちゃうんじゃないかなみたいな、はい、最初飛んできたですね。まあ一応ね、こうやってなぜそういう話をするかって一応皆さんにそういうことを言っとけば、もし後から出ても、ああの人それは昔そんなこと言ってたなみたいなところもあるし、いいかなって、はい、すいません、また熱くなっちゃって皆様の方から何か、あの田辺さんの方にお聞きになりたいこととか突っ込みたいところとか何かございましたらみたいな、あのそこに八百屋さんもいらっしゃるんですけど、八尾さんはいかがでしょうか。あ、はい、どうぞ。最初に言ったあの大根とかの話で出てきた在来種と、はい、もう一つなんていうの、 F1 種ですね。 F1 F2 F2、はい、あの車、はい、そうです、そうです。それなんで F1 種、一世代交配っていう意味なんですが、なぜ F1 なのかはちょっと私も正式には答えられないですけど、まあ一世代交配って思っていただければ、はい、まあその、同じように作ろうと思っても同じようには出ませんよっていうのが F1 種になります。在来種の場合は発芽率とか見た目は悪いんだけど、はい、来年同じようなものがまた、うん、まあそんなに見栄えの良くないものが同じような形でまた出てきます、ただそれずもう少しずつ変化はしていくっていうような流れですね。ちなみにその在来種だけで残ってる、はい、食べ物っていうかお野菜とか果樹ってあるんですか。じゃがいもとか芋類は基本的には在来とか、F1 っていうのは言わないんですが、在来だけで残ってるものっていうのは何だろうな、うん、あでも野良ボーナとか、はい、あの辺っていうのは多分、在来で取った種でだいたい販売してるから、そんなにないかなっていう気がします。ただその在来は在来でやっぱりその辺が F1 種もあるかなとは思うんです、あるかもしれないんですが、あのやっぱりその作る人とか場所によってどんどん形態が変わっていくんですよ。だから見た目がちょっと変わってきたりとか、その仕入れた状態で去年のとちょっと違うなみたいなのは、人が違うところから買ったりとかすると、はい、そういうのはあったりしますね。だからあとは京野菜でいうと在来種とか固定種のイメージがあるんですが、まあ世に皆さんがこう知ってるようなものっていうのは基本的にそれを、種会社が目をつけて F1 種に変えていった。で本当の在来種はどこにあるかっていうと、京都のやっぱ生産者が守ってるんで流出しないようにしてますよね。前に知り合いの方が京都からちょっとこっそりもらってきちゃったっていうのが、なんだっけな、あれは水菜だかなんか、ナスですね、うん、なんかのナスをちょっといただいて、でそれは作ったことはあります。はい、でも大体は F1 種ですね。まあ本当在来種を食べるっていうのは非常に難しいですね、うん、なかなか売ってないですし、なかなかないかなって、はい、すいません、そんな、ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、どうじゃ、一個だけすみません、はい、あの固定種の販売の野口さん知ってるんですよね、はい、野口ってどこなんですか。いやそれもね、私も知らないんですよ知らなかった、はい、ただ、日本に2件あるっていうことは聞いたことはあるんですよね、はい、私も野口さん行ったことあるんですけど、はい、もう1件もね、ちょっと分かんないんですよね、うん、だけどもう1件あるっていうのはなんか西の方だみたいなことをなんかちらっと、分かんないですね。あとはでも難しいんですよね、なかなか野口さんのところでもいっぱいあるかっていうと大体決まってるもんですし、本当に欲しいとしたら長崎の岩崎さんとか農家の、はい、
そこの辺ぐらいまで突っ込んでいかないと難しいかなっていう気はしますね。全国にやっぱり在来種を育ってらっしゃる、ね、ネットワークじゃないですか、方々ってやっぱり。いや、いますね。あの前に、知り合いを通じてその有名な在来種を専門に作ってる農家の方が、うん、はい、岩崎さんという方が長崎の方にいて、その方がこっちの方に来て、まあ、ちょっとカリスマ的な方なんですけど、はい、そういう在来種の会みたいなのがあって誘われて行ったんですよね。で一応その在来種の種の交換会みたいなのもあるからってことで行って、はい、手ぶらで行ったんですけど、あのなんかもらえたりとか買えたりできるのかなと思ったんですけど、はい、みんな持ってきて、要は交換なんで、持ってかないと譲ってくれないんですよでなんかこうやっぱりちょっと異常な風景ですよね。これなんとかなんですよみたいな、ああこれがですかみたいなほほーなんて言いながら、で私も欲しかったんですけどあの何にもなかったんで飲んで帰ろうかみたいな感じで終わっちゃったんですけど、なんかカルベさんみたいな形で、あの奥田シェフが、そうです、山形の奥田シェフがやっぱりこんなようなところやって、はい、山形の在来を広めてますね。本当だと全国でもういろんなところで在来種守ろうという動きが出てますね。うん、本当にね、これはあの生産者だけじゃなくて、やっぱり料理人の方とか皆さんが広めてもらったりとか、だからそういう部分ではメディアの部分でも力でもそうなんですけど、やっぱり知らなければちょっとうまいネギぐらいで終わっちゃうんですよね。例えば西谷ネギの場合ですと、例えば市場に出して見た目が良くないんで、だけど柔らかすぎちゃって箱詰めして傷んじゃうんですよ。で傷んじゃうから苦情が来ちゃうんですよ。でこれを作るんだったらこっちのに切り替えてくれって市場から言われるんですよね。で実際見た目も悪いし、苦情も来ちゃうから単価も安くなっちゃう。そうすると生産者はもうあんまり作らたがらなくなっちゃう。そうするとやっぱりどん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 負の連鎖で、作ってもみたいな、まあ自分用自家用ぐらいな感じで終わっちゃったりとかするんですよね。でもそれが例えば、どっかでいろんなことを皆さんが発信していただいて、西谷に1年半以上かけて食べるのが例えば 2,3 週間の幻のネギがあるよみたいな感じになれば、ちょっと食べてみたいなって皆さん多分なると思うんですよね。でそしたらやっぱりじゃあみんなで生産者ももっと作ってみんなに食べてもらう、味はいいからそれを食べてもらった時に本当美味しいよねって、そこでまた復活していくっていうところはありますよね。だからそれが一番できれば理想かな。またこれが本当にどん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 おしもみになって知らなかったら、やっぱりどんどん廃れていっちゃうかなっていう気はします。そちらの方あの大した質問じゃないんですけど、よくあの野菜の皮とその身の間が一番栄養価があるとか、はい、あの皮の部分は捨てないでできるだけ食べるっていうのも結構聞くんですけれども、はい、あの専門家の方から本当にそうなのかっていうのをお聞きしたいなと思います。あの物にもよるとは思うんですが、あの例えば人参ですと、あの人参のあの外側の部分が、一番本当は栄養価が高いっていうふうに聞きます。なのでうちはスポンジで洗ってんですよね。で機械で洗っちゃう、たわしとか機械で洗っちゃうとその辺が全部落ちちゃうんですよ。だからそうなるとやっぱり栄養価は落ちちゃうのかなっていう気はしますし、ただその辺ちょっと微妙なところで、他の料理人の方から聞いたんですけど、例えばサラダ株があって生でも食べれます。でも一番おいしい食べ方は外側を薄く剥くっていうんですよ。でまあ人参と同じような考えで言えば、多分栄養価は外側にあるのかなと思います。ただ外側が苦味があったりすることも確かな事実でもあるんですよね。そうなると、味だけじゃなくて栄養価を求めると外側は栄養価も高いのかな。でも全ての野菜がそうかっていうとそうでもない気もするんですよね。キャベツとかだとどっちかっていうと私は味もそうなんですけど、芯の方に味とかは結構その栄養価も凝縮してんのかなっていう気もしますん でそれはまあ調べたわけじゃないから分かんないんですけど、でも人参とか株で言えば多分おそらく大根もそうかなって気がするんですけど、外側の方はやっぱり剥きすぎちゃうと栄養価も落ちちゃうかなという気はしますね。はい、どうぞ。あの在来種と F1 種になりますよね。はい、ちなみに F2 ってないですか？雑種 F2、 そうですね、F2 って
世の中的には雑種っていう感じ、私はイメージなんです。はいはい、そうかもしれないですね。なんかでも F2 って聞いたことあるようなないような、自分も農学部出たんで、なんか F1 とかその辺の話って昔勉強した気もするんですけど、あんまり覚えてないし、その時になんか F2 とかってあった気もするんですけど、でもそれ今はもう全く F2 って聞いたことないんで、ないかもしれないし、すいません。つばきさん、料理の方はどんな感じで、大丈夫ですか、はい、もし 2,3 お一人お二人ぐらいちょっと質問があれば受けますし、お腹が空いてきた感じもするんで、お料理をお出ししたいなという気もしてるんですが、キャベツは何かしますか。あ、じゃあ最初に、あ、後でもいいですし、どちらがいいですか。はい、じゃあちょっと、じゃあ料理を出してもらいながら、はい、その間に来て、あ、じゃあそれ最初にいいですか。これもう一個いいですか。そのシステムは、京都の昔ながらの材料としてはいいかもしれません。皆さんちょっとこれを回して触ってみていただきたいんですが、今日取ったキャベツです。どっちのキャベツが美味しいと思います。触ったりとかして持ってもいいです。超面白い。いや、とりあえず見て、すぐに感想は言わずに、後で。中国さんやばいっすね。あ、逆な感じで回せばよかったですね。まだ持っても言わないでください。はい、じゃあ回していただいて、持っていろいろ。で、どっちがいいかってことも皆さんちょっと、フェイントで持っていったんじゃないですか。あ、僕はもう分かったよ。いや、これすぐ分かりますよ。いいですか。適当に。買うならということ。本当にこっちですか。じゃあこっちの軽い方が、はい、食っちゃうこっちの場合あります。じゃあちょっと正解はですね、椿さんに聞いていただいて、はい、真っ二つで、はい、概要は取っちゃっていいです。軽い方は両方とも、
情報です。あ、そうですね。なんか知ってるわけだ。私はリンさん。無心だったって、だってそんなのですよ。そういう感じで。スカスカです。もう一回聞きます。重い方がいいって言った方はどちらですか。正解です。これは、これとこれを比べた状態です。これはまあ、理想的な感じですね。この芯が要はまあ半分からまあこの辺ぐらいまでいって、でもっと春キャベツでいいのはもうちょっとふわふわしててもいいかなっていう気がします。ただキャベツ自体重い方がやっぱ美味しいんで、でギュッとやっぱ締まっていくのがやっぱいいかなって思います。でまあ要はふわ最初ふわふわしててもどん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 巻いていくんで、春キャベツっていうとふわふわのイメージもあるんですが、それはそれでもちろんできるんですが、あの理想的といえばやっぱりこういう締まったものっていうのはまあもう少し焼いててもいいかなと思うんですが、それは理想的です。で形的にも私はこんぐらいが好きかなって。で春キャベツの特徴は少しこうちょっとこういう感じになっていきます。なぜこれを今日ちょっと持ってきたかというと、要はそのこっちの方がいいって言った方はなんかこういう風になっちゃう。甘いな。いや、回していただければ。このキャベツも。キャベツじゃダメなんて。要はさっきのあのカルベ大根もそうなんですが、とう立ちっていうものになります。この201って品種なんですが、春キャベツの代表選手っていうふうに言われてるんですが、 ある意味日本で、その春キャベツとしては一番美味しいかなとは思うんですけど、これ非常にですね早く作るとリスクがあって糖が立っちゃうんですよね。で糖が立つかなぜかっていうと、要はその暑さとかさ、まあ、寒い中で暑さとかでも結局そのキャベツが体内のバランスを崩しちゃって寒い中に急に暖かくなったりすると、もうそろそろ、大きくなってもいいのかなみたいな感じで、このキャベツもねずっとほっとけば芽は出ます。でも最初から大きくなる前にこうやって糖が立っちゃう状態が糖立ちっていうふうになります。今年は非常にそれが、天気の影響で非常に多くて、うちの畑も非常に菜の花っていうかもうキャベツの花がいくつも咲いてます。で三浦の方にこの間ちょっと行っても、こういう糖が立ったのは、これがもうちょっと経つとパンクして、ここからどん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 このこれがもう目で花、ね、花になるんで大きくなります。でそれが広がって黄色い花になっていくっていうのになります。でギリギリなんですよねこの辺、ふわふわ感で言えばもうちょっとこう糖が立ってなければ、こういうちょっとなんていうのかな、上がちょっとそんなに硬くないものはそれはそれでいいんですが、もう明らかに見てると、うん、もうここで出るかな、もう出るなっていうのを一応選んで取ってきました。だからちょっと私としては良かったなって思います。皆さんこっち選んじゃうとつまんないなって思ったんででも基本的にキャベツは重いものを選んでください。春キャベツはね本当に微妙なんですけど、でもレタスは軽いもの、キャベツは重いものっていう風に、選んでおけば、まあ味もいいです。私もともとキャベツ農家なので、やっぱキャベツには特別力が入る部分がありますが、まあこういう糖立ちっていうのはどうしても技術力だけじゃうまくいかない部分があって、リスクを分散させるためにこの時期作んないって方も非常に多いです。でもやっぱり、春キャベツは春キャベツで旬なので、自分としても作りたいなって思って、まあ、今年はちょっと、農家始めて18年経つんですが、ここまでちょっとひどい年っていうのは初めてかなっていうぐらいこの糖立ちが多かったです。多かったです。もう本当にボコボコ出ちゃってたまたま30日に福井で取ってきた友達のこれですね。はいはい、そうですそうです。まさにこれですよ。はい、はい、丸まってないキャベツの中に花が咲いちゃってるかなってかなと思ってました。はい、バランスが崩れて最初に花が咲いちゃうということになりますね。
食べるところがないの で、これ触っていただければ分かるんですけど、ものすごくやっぱ硬いんで、もし食べるとしたら本当にこの概要の 2,3 枚ぐらいですよね。できたらショックですそうです。だからこの辺は非常に難しいところで、やっぱりもったいないなとは思うんですが、微妙なものをお客さんに出しちゃうと、買ってきてこんな感じだったりとかすごいショックだから、なるべくそういうのは取らないようにして、いいものだけを出すようにしてます。ちょっとこの時期はちょっと今年はちょっと出来が遅かったんですけど、最初からこういうのが非常に多かったり。はい、あんなに丸まってないのに、あっちこっちに花が咲いてるのを初めて見たんですよ。はい、だからなんでだろうと思ってたまたま写真撮ったんですけど、はい、今年は本当に多分まあどの地域もあまりにも好天の作品多いですね。はい、であれはもう本当に気候の自然のものでそのバランスになっちゃうんで、どうしてもその対処っていうかできないんですよね。中に花が咲いてるのはね、あんまりないですね。今年本当に貴重な写真だったんです。あ、すみません、ありがとうございます。滋賀県ですか。じゃあそうかもしれないですね。でもやっぱり野口種苗があまりにも有名なんで、そっちばっかりあれなんですけど、でもそっちの方かもしれないですね。昔、もともと坂田のパン屋です。どこに行ってください。
回とかですかね。1回行ったようなんで完成して、あとお食事は今お届け出しますので3日ぐらい。そのぐらい行ってない方いらっしゃる。最近みたいな。じゃあ今日はカルビさんありがとうございました。皆さん、ぜひ野菜はフレスコにゲストに行きます。よろしくお願いします。じゃあ乾杯。乾杯。基本的に酢が入るのは、やっぱりそれこそ糖が出始めたりとか劣化してくると酢が入りやすくなっちゃうんですよね。だから最初から入ってる場合もあるんですけど、そうですね、遅くなればなるほど出やすくなるっていう感じで、はい、で、そうですね、冬とかはそんなでもないんですが、やっぱ春とかその辺はちょっと出やすかったりとか、まあ、しますね。種ですか？はい、あとはそうですね、気候とその収穫時期が遅れたりとか、そうするとさっき言ってたように糖が立って、でああいう糖が立ってくると酢になってきますね。大根多いですね。あとはその元々の品種で、やっぱその酢になりにくい品種とか酢になりやすい品種とか、その辺もあるんですよね。可愛い。お客さんの方が、はい、はい、とりあえず葉っぱを落とすわけ、なんとなく怪しいのかと、はいはい、これ人気かなって時にちょっと、あ、だから糖が立ってると結構危ないですね。大根自体本当に見てる、外見から分かる、外見で見るとしたら、いや白い方で見るのはちょっと難しいですけど、見るとしたらその上の葉っぱですよね。大体、まあ、切っちゃってあるんで、やっぱ地上に流通しちゃうとなかなか分かりにくいんですが、糖が立ってる時って真ん中だけちょっと硬い軸みたいなのができちゃうんですよ。要はこっちですね。ちょっといいですか。はい、ようやく行ったんですよ。これが10万やってる。そうだ、立ってるってことなんですよ。それも取り始めて、で、こういう、ここ真ん中が軸軸軸軸ってことですね。普通は、カルベ大根だからこういうわけじゃなくて、ちょっと柔らかいのを中でした方がいいと思うんですけど、色の位置が何ですか。そうですよ。この芯が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 芯はい、ということで今日は農家と一献というイベントの方をお送りさせていただきました。ここから先はですね、食べながらの懇親会とかになりますので、配信の方一応こちらの方で終了させていただきます。今日はありがとうございました。中島さん、中島さん、